こんにちは、ケコです。ご視聴いただきありがとうございます。今回は以前紹介したこちらのバッグで使用しているダイソーの枕目ヤーンが最近売っていないので、違う糸で同じバッグを編んでみます。今回はセリアさんのこちらのエンジェルコットン6玉を使って編んでいきたいと思います。こちらの糸ですが全12色発売されているようです。気になる方はセリアエンジェルコットンで検索してみてください。糸の太さはダイソーの枕目ヤーンよりは細く柔らかい素材になるので、今回はこの糸を2本取りにして編んでいきたいと思います。編み方はこちらの動画と同じに編んでいきます。途中まで編んできました。2本取りにしているので針が少し小さく編みづらく感じるかもしれませんが、小さい針できっちり編むと伸びづらくなります。完成です。以前編んだ枕目ヤーンのバッグと比べても大きさはほぼ同じくらいです。コットン素材なので枕目ヤーンよりは柔らかい仕上がりになります。だいたい5玉目と6玉目でこのくらい余ります。糸が余っているのでさらに縁編みで1周編んでもしっかりした仕上がりになります。もしよかったら参考にしてみてください。糸を2本取りにして編んでいるので、お財布やスマホなどを入れても大丈夫そうです。コットンの柔らかい仕上がりもいい感じになるので、もしよかったら編んでみてください。ちょっとでも参考になると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録